我々が作るものは感動。チームワークと確かな技術でお客様の事業を大きな成功へと導きます。社員全員で未来を創造し、チーム一丸で人の心を動かす。それが我々松永建設の使命です。どうも、こんばんは。はい、こんばんは。まず明けまして、はい、おめでとうですね。おめでとうございます。どうもどうも、どうもどうも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またね、今年初めてですね、このスタジオ ね、 そうですね、はい、はい、なんか久しぶりな気がしますよね。いや、なんかずいぶん前出て1年ぐらい空いちゃったような雰囲気がするんですけど。そうですね、まだ1ヶ月ですよね。そうですね。あ、そうだ、あれだ、筑波だ。そうだ、筑波サーキットで収録だったと思うね。そうなんですよね。だからここに来るのはちょっとね、そうちょっとは久しぶりなんですよね。そういうことね、そういうことね、はい、あ、そうですか。相変わらずこのスタジオ綺麗ですね、空気もいいし ね、 ね、本当ですよね。うん、しっかりコロナ対策の空気洗浄機とかやってるだけにガッチですね、この対策はね、はい、安心してね、我々もこうね、このスタジオにね、こうおしゃべりできるんでね、ありがたいですけどね。スタッフの方、はい、本当にありがとうございます、いつも。で、今年いよいよね、スタートということで、うん、うさぎ年。うさぎ年ですよ。はい、社長何年？僕、猿年です。あ、社長何年なの？いや、別に、僕、ふん年。あ、そんなのね。あ、OK なんですか、それ。いや、どうか。でも、そうですか。確かに、罰がないんで。あ、そうですか。はい、そうですか。はい、いや、僕はね、鳥年なんですよ。あ、鳥年なんですね。はい。あ、ね、だからよく落ち着きがないとかって言われるんですけどね。そうなんですか。キュッ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 キュ飛躍の。そうですね、はい、まあ、皆さん言ってますよね、飛躍の年だって言ってますけど ね、 ね、うさぎ年の、うさぎ年、うさぎ年でいるんですかね。うさぎ年の人ってことですか。そう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 、うちの母親がうさぎ年ですね。あ、そう、お母さん。そうなんです。あ、そう、こんなお会いしました、浦和さんで。 ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。あ、うさぎ年なんですか。そうなんですよ。あ、そうですか。やっぱり優しいんですか、はい、うさぎみたいに。うーん、どうなんでしょうね。なんかお会いしてたらめちゃくちゃ優しい感じでしたよ。おおらかな感じですね。うん、そうそうそう。そうですね、うん、なんかすごくおおらかでね、はい、こう包容力があって、あ、だからあのお母様いて社長がね、いやいらっしゃるんだなっていうね、そんな感じですけどね、本当に。まあ、社長も今年ね、会社が、ま、感動創造松永建設さん、はい、60周年、ね、そうなんです。すごい歴史的なやつですね。まあ、節目なんで、うん、節目らしくですね、そうです、いろいろとその社内も見直してですね、やっていこうと思ってるんですけど、はい、はい。で、またあのね、あの社長個人的にも、埼玉県の商工会の、はい、副会長もお世話になります。すごい副会長ですよ、商工会のね。ありがとうございます。いや、またお忙しい中、またさらにね、とんでもないです。忙しい、こう、積み重ねで、どんどんね、お体気をつけていただいて。ありがとうございます。そうですね。まあ、地域経済のために少しでもですね、お役に立てればと思ってるんですけど。そうですね。はい、まあ、まずうちの年賀状代わりの、うん、フジライニュース載せていただいててありがとうございます。あ、はい、これが新年で松永建設の年賀状ですね、はい、はい、ありがとうございます。あのわーっと人がいる、あれはスタッフの方ですか、皆さん。あれは社員全員で、あの60周年なんで一文字を作ったんですよね。ああ、そうです、一文字ですもんね、これね。あの測量するの得意な人間多いんで、はいはい、あのどういうに並べば60になるかっていうのは簡単にパパパパッと直で出してっちゃうんですよね、うん、あ、それであれですか。ただ影がちゃんと影になってる、60の。それも考えてるんですよ、影もどのぐらいだとか、うん、はあ、太陽の位置と。そうなんですよ。すげえ。それも考えて、はい、あのみんなの顔が映るようにってことで。あ、そう、そうなんです。これはまた撮った人も結構大変だったでしょうね。高所作業所で上から撮ってるんですけど。ああ、そうなんです、そうなんです。へえ、そうですか。おかげさまで60迎えまして、うん、60周年ね。そうですね。ですから、まあ、大変な今経済環境ですけど、60年間続けてきた、うん、変えちゃいけない大切なものと、うん、時代に合わせて変えていかなきゃいけないものと、うん、これはっきり明確に分けて、うんうん、何を大切にし、何を時代に合わせて変えていくかってことをですね、うんうんうん、ちょっとしっかりと作る1年にしたいなっていうのがこの60周年なんです、ね。ああ、そういうことね。はい、まあ、それでなくてもね、毎年毎年社長の方でいろんなスローガン、テーマとかね、はいはい、絞って、はい、社員の方々とね、一体となってこうやってるっていうイメージがね、まあ、強いんですけどね。まあ、さらに60周年を迎えることによって、そうですね、またね、こここと今の時代でいろんなことがね、変わっていくじゃないですか、はい、今までなかったような、はい、リアでやった会議がこのズームになってみたいなとか ね、 そうですね、変わりましたよね、この3年変わりましたね、変わりましたね。まあ、いい部分ではこう生産性上がったっていうか、うん、はい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 、あるんですけど、うん、人間らしさっていうか、うん、それがやっぱり少なくなったっていうのが一つなんですね。
ポイントになりました、ね、生産性は上がるんですけど、うん、その分だけこう人間臭さだったり、ねね、こう面と向かってっていうのが少なくなったっていうのがこの3年のあれだと思うんですね、うん、そうですね。だからそれでもやっぱり同意にやっぱり人と人との関係で仕事してるわけじゃないですか、うん、だからそれをどういうふうに形作っていくのかっていうのは、うん、やっぱり大事なとこかなと思ってるんですよね。めちゃくちゃ僕は大事だと思うんですよね、はいはい、結局ね昭和の時代っていうのはやっぱりね、はい、そういうのズームなんかとてもなかったし、そうですね、やっぱり人が人と集まって、うん、あの顔色見たり目の色を伺ったり、そうですよね、雰囲気だとか気だとかっていうのがねありましたよね。人によってこう結構今はもう画面上なんでね、うん、はい、これはもう空気読みづらいですもんね。いや結構ねってたら今の人たちってそれがうまく読んでんですよね。あれなんか読んでんだか読んでなくてどん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 進行してたか分かんないですけどあのやっぱり使い方は確かに大したもんですよね。あ、そうですね、うん、だから我々よりもやっぱ若い方々っていうのはその辺うまく、うん、もうね子供の頃から、ね、何親しんじゃってるからってのあるんでしょうね。でしょうね、うん、小学校の時からパソコンねこうそうですよね。ただその辺ではやっぱり違うのかもしれないなと思いますよね。うんうん、そうですね、はい、そうですね。社長のところもやっぱり会議なんかだとズームだとか、そうですね。そういうの、はい、もう会社でやる分には人間関係できてるじゃないですか。はい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 、どんな人間だかも分かってるから。はい、だからそういった部分ではズームとかでは、うん、でも分かりますね。あ、そう。うん、そうですね。だから。うん、その辺ではうまく対応してますけど、基本的に大事なものだけは対面にしようと思ってますけど、ね、まあそうですよね。はい、そうですね。で、このお客様とやるときにはやっぱりそういう例えば建物の中こうやります図面引きますってこと、そういう時までズームでやったりするんですか。まあいやでも最終的にはやっぱり、うん、あの図面を目の前にして打ち合わせしなきゃいけないじゃないですか、うん、そうかそうか、物を的に、そうなんです。ですからここどうするああするっていうのはやっぱ赤ペン引きながらとか こうするってことをこう図で示しながらやるんで、はいはいはい、どうしてもちょっとズームじゃやりきれないんですよね。そういうことね。そうなんです。だからそういった部分ではリアルでやるんでしょうか、はい、結構我々はまだまだ全然リアルな世界、いやなんかそれ聞いてちょっと安心しました。本当ですか、はい、僕はどうしたらリアル派なんで、あ、うん、なかなかズームって、まあ、やっと使えなくはないんですけどはい、はい、その相手のなんていうんだこの感情とか、うん、自分のこの感情を相手に伝わってんのかな、うん、どうなのかなっていう、分かりづらいですよね。分かりづらいと思う。そうっすよね、おっしゃったですよね。うん、いや分かります、それ、うん、そういうところはやっぱり大事なところっていうのはしっかり残していかないと、うんうん、人間関係というか信頼ってね、そうですね、やっぱりあったその場での空気とかってありますよね、うん、はいはいはい、そういうのを大切にしていきたいなっていうのも思います、ね、はい、それはねいつの時代でもやっぱりね、はい、でも今の若い人たち、今の若い人たちは言っちゃいけないかもしれないけど、うん、あんまりね本当に友達同士だからこう、うん、携帯で会話したりだとか、はい、隣にいるのに、うんうん、ああいうの日常の話でやってるみたいなんですよなるほどなるほど、うん、はいはい、それがやっぱり普通なんですかね。そうですよね、うん、でも確かにこうコロナ禍だったからですけど、僕、うん、うちもズームの全体の会議とか幹部会議とかやるときに、はい、みんな机に自分の机に座ってズームで会議やってるんですよ、うん、うちも今もですね、はいはいはい、そこにいるのにズーム会議でズームでテレビやってるっていうのも、うん、これもおかしいなと思うんですけど、その同じフロア部屋で、いやあの会議席本社のいろいろそれぞれ机あるじゃないですか、はいはいはい、そこでみんなにいるんですよ、うん、そこにいるんですよみんな、うん、いるんですけどズームでつなげて会議やってるんですよ、密にならないように。ああ、そういうことね、そういうことね、そうです、はいはい、僕らが逆に移動中に会議やれるんでありがたいとか結構あるんですけどね、うん、なんですけど、まあでも例えば4分の1ずつの節目とか、うん、あと全体調理ったら全員集めてます、僕会社では全員がもうやっぱり自分のメッセージは、うん、コロナの時は動画撮ってこう流してやってましたけど、うん、編集してやってましたけど、うん、やっぱりその対面で直接やっぱりメッセージするって大事なことじゃないですか。あ、そうですね、はい、それはだから月に1回は全員集めてやるようにはしてますけど、うん、はい、今年の社長前はあの僕の大好きな言葉例の勝つ仕事、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 はいはい、誇れる作品、うん、笑顔あふれる固く組織っていうのがね、はい、社長のところの、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、これすごい。で今年またそれは毎年毎年テーマ決めてっていうことで、はい、あの凡事、今年は凡事徹底という言葉をですね、一つテーマにしてですね、うん、あとやることに魂を入れようっていうのも一つありまして、うん、まあこれあの埼玉新聞にあの年始に記事で載せていただいた言葉で、あ、これ徹底が、はい、感動の原点ですね。だからまあソニーの前の社長さんとかも、うん、有名なだった社長さんとかも言ってますけど、はい、新しいことってそうないんですよね、現実的には。うん、やっぱりとことんやるべきこと、うん、やんなきゃいけないことをとことんやり抜くことによって、うん、その先に未来が見えるというか、うんうんうん、まあ例えば大リーグ行ったイチローとか、はい、
もそうですけど、うん、彼なんかはもうね毎日寝る前に素振りしてたって話あるじゃない、ね、そうですよ ね, ねで、うん、カレーをもう毎日朝食べるとかね、カレー ね, ねあれでバロメーターなんだ自分のということですよね、うん、だからそういうのもやっぱりとことんやり抜くことによってってあるじゃないですか、中途半端じゃないんですよね、そうなんですよね、だからやっぱりやりきる、やりきることが大事だろうってことでですね、うん、でもう一つはそのとかくなんていうんですかね、決まったことを俺やる、ルール通りにやるとか、うん、で仕事そうなりがちじゃないですか、はいはい、それだと、うん、じゃあその仕事何のためにやってんのって話になった時に、うん、まあ、やることも大事なんですけど、うん、何のためにやってんのか、そのやる意義、うん、本質をしっかり見極めないといけないってことで、うん、やることに魂を入れろっていうのを一つの僕らのテーマでやってるんですよ。まあそうですよね、まあ、結局ルーチンでやってるとなると魂入ってないじゃないですか、まあね、それ流れ作業みたいになっちゃうとね、そうです、うん、いや例えばじゃあレンガ靴むのが、うん、は俺が5段積むのを爪って言われたから5段積んでるじゃなくて、うん、そのレンガにを積む意味は何があるんだってことをやっぱ考えて積むことが大事だと思ってですね、だから例えば部屋の中でもこうレンガ積むので、うんうん、そこは例えば部屋の見せ場だったらば、うん、見せ場としてのレンガの積み方ってあるじゃないですか、はいはいはい、それと単純に、うんうん、なんですか、その境を作るためのレンガとまた違いますよね、うん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 、だからその意味をしっかり踏まえて仕事しようよと、うんうん、そのやるならば思いを込めて魂を込めてとことんやろうよっていうのがこのボンジテっていうの思いなんですよね、うん、それってやっぱりね、クライアントさんにも伝わるんですよね、あ、なるほどね、うん、同じやるんでもやっぱり、はいはい、そうなのかって思った時にその感動、うん、そうですよね、うん、その感動はやっぱり、はい、信頼関係になっていくんじゃないかと思うし、はいはい、これちょっと方向性また違うんですけど、ね、僕今浦原さんでね、仕事デザインセンターでこちらこそいろんなねイベントをやらせていただいてるんですけど、うん、やっぱり気をつけなきゃいけないことっていうのは、うん、ご利用者様がやっぱり見てる、で我々が例えば演じる、その演じるにあたっても、うん、前の照明だとか、うん、あるいはその音響だとかにもやっぱりすごい気遣うんですよ、うん、なるほど、うん、なぜかっていうと、はい、我々いろんなとこ行ってるけど、ご利用者様っていうのはいつもそこにいて、うん、その中が自分の生活のね平面になってる、はい、うん、そうすると我々が行った時に、うん、例えば本当は劇場で見てもらいたいんだけど、うん、まあ劇場行かなくても社長のところで疑似劇場にするような照明とか音響だとか、ね、そういうのを使うことによって、うん、今自分が座って見てるのがはたかもどっかのね、どっかの劇場でね自分が見てるような錯覚するぐらいなイメージを持つことによって演者が生きていくっていう、それって照明だとかちょっとしたことで全然違いますもんね。わ、うん、かります、それは、うん、それがすごくね、僕らは僕なんか気づかれるところですね、うん、なるほどね、はい、疑似空間っていうか疑似空間ね、うん、疑似空間をそれ大事ですね、そう言いながらで、うん、終わり、ありがとうございました、パチパチパチってなった時について現状に戻っていくっていう、うん、そういうねことをやると感動がさらにこう感動を増えていく、いやそうですよね、うん、せっかくやるならば、うん、大きな感動をね、そうなんです、していただきたいですもんね、はい、だからそのためにちょっとした、ね、工夫でそれができるっていうのはすごく大事なことですね、うん、そうですね、で僕はどっちかしたらその演じる方じゃなくてマネジメントの方なんでね、うん、ジャーマネとしてね、ジャーマネとしてプロデューサーですよね、プロデューサーで、まあ、かっこいい言葉で言うとね、はい、まあそうなんですけど、うん、いかにしても演者がやってる、一生懸命頑張って練習してやってる、その演じることに対して、うん、いかにしてそれをデフォルメしてあげるっていうのは我々の仕事じゃないかなと思うんですよね、うん、なるほどですね、はい、そんなのを転がってますけどね、まあ、いやでもみんなうちのね利用していただいてる高齢者の方々、皆さん松本さんたちに会うの本当楽しみなので、本当ですか、もうファミリーですよね、確実に、ありがたいですね、本当にありがたいと思ってますし、でも利用者さんとか本当に、うん、例えば買い物企画とか、うん、ちょっとそこら辺のスーパー行くだけですよ、うん、とか、うん、例えばお花見に行くとか、うん、コスモス見に行くとか、うん、あと例えば近くのうなぎ屋さん食べ行くとか、うん、食堂食べ行くとかって企画やってるんですけど、うん、それだけでもめちゃくちゃ喜んでくれるんですね。でしょうね。やっぱり、ね、今の高齢者の方々って、うん、ちょうど高度成長期とか戦後から高度成長期で、うん、我慢することが美徳っていうか、はいはいはい、で生きてきてるじゃないですか、うん、だから自分が年を取って家族に迷惑かけるのってのはやっぱり嫌がって、ああ、ね、部屋から出ないとか、あと行きたくても行けたいって言えないっていう人たちってたくさんいるんですよ。まあ、あの時代の育ってきて、あの精神で育ってきて、ね、そうそうそう、まんま生きてます。そうです、立つまでは。まさにその方、うん、世代なんですよね。だからそういう方々がいると、うん、やっぱりこう家族にも言えない、うん、で自分も自転車乗って例えば公園行けるわけでもないじゃないですか。ね、もうね、そうなってくると ね。ですよね、そうなってくると家族からも止められるでしょうし、スーパー買い物行くっつったって、うんうん、そうなるとちょっとそういった機会を作ってあげるだけでも、うん、やっぱりこうすごく喜ぶっていうのは、そこはやっぱり逆に言うとその普通の暮らしっていうか、うん、福祉って普通の暮らしですね、はい、福祉のね、幸せっていう、はいはいはい、だから普通の暮らしを支えるっていうのは我々の仕事ですし、うん、プラス
やはり劇場に行って、うん、例えば日本舞踊を見るとかね、うん、いろんなことってなかなかないじゃないですか。そうですね、ね、演奏を聴かせてもらうとかって、うん、ただそういった意味であそこに来て、うん、そういう機会だけると本当にありがたいと思うんですよ。それでね、うん、またそういう照明とか演出とかしていくと、うん、まさにシアターに見に行ってる気持ちになればね、うん、いいじゃないですか。そうするとお互いがやっぱりね、うん、我々のモチベーションあるし、そうですよね、ご利用の方もやっぱりね、その疑似空間でね、そうですよね、なんか本当に1時間1時間半を、うん、いかにしてこう楽しんでいただけるかっていうね。そうですよね、うん、だから僕ね、うららさんは見てる方、浦原さん、岩槻にあるデイサービスセンターね、ぜひね、一回見学でもいいから行っていただくと、どういうことやってるかっていうのはね、本当に素晴らしいことやってますよね。本当素晴らしいね、うん、松本さんの、ね、仲間っていうか、ね、はい、方々に囲まれて、本当にこれだけ毎月毎月、ね、継続してやって、本当ありがたいと思ってますし、もう楽しみにやってますんでね。今度センター長の石田かなんか連れてきましょうか、ここに。あ、石田さんね。それで映像流しながら、それがいい、リアルのね、リアル生の、うららの状況っていうのを。石田センター長見てる、見てますか。はい。ぜひここに来ていただいて。そうですね、それで松本さんと対談してもらうのいいですね。はい、ああ、そうですね。ぜひそういう機会をぜひ作らせてやりましょう、はい、今週またね、明日が木曜日、木曜日ありがとうございます、ね、今度は何やっていただけますか。今度はね、ミンちゃんとヤヨちゃんのね、ああ歌謡ショー、アイドルグループ、アイドル、2人合わせて121歳、おお、121歳のアイドル、はい、はい、天国に一番近いアイドルって言われてね。そう見えないですけどね。見えないですよね、うん、まあ、見えないからそう言ってるんでしょうね、死んだからね。ああ、そういうことですね、はい、で歌ったら昔の歌ね、あ、すごい、でも2人でいいですよね。いいんですよね、ノリがいいし、ね、本当ですよね、はい、それと2度おいしいじゃないですけど、それが1部で、うん、はい、2部が例の勇敢大歌の愛花がね、お、来てくれて、南京玉すだれ、南京玉すだれ、おお、すごいすごいすごい、ね、その2部制でちょっと やらせていただくんでね、ありがとうございます。新春初披露ですよね。新春企画ですね。新春企画で、ありがとうございます、いやいや華やかでありがとうございます、はい、そんなんで、ね、松本さん、もう邪魔ですよ、邪魔で表出てこないですか。ってやんないです。ちょっと腰が痛めたもんでね。最近やってないんです。いや、やってないですけどね。あ、まあ、できればね、うちのね、日本大学のね、はい、芸術学部の縦同士会っていう、ね。ああ、すごい人たち。あれはすごい、真田広之さんなんかね、いたと思うんだけど。真田広之がやってたっていうのは本物ですよね。本物ですよ。まあ、もう見たらびっくりしたんでね。それは、まあ、縦ってことですよね。縦ってことですね。縦ってこういう、チャンバラね。はい、うん、こういうやつですよね。はいはい。そんなのちょっとできたいなって今ちょうどね、こう交渉中なんですけどね、うん、ありがとうございます、ね、やっていただいてっていう感じで。しかし、まあ、そもそもネットワークは本当止めどないですよね、うん、みんな繋がってっちゃうっていうか。そうですね、みんな繋がってっちゃうんですね。だって僕5年前に松本さんがまさかこんなことやるとも思ってなかったし、ですよ、ね、こんなネットワークっていうか人脈でこんなことやるって想像つかなかったですよ、ね、はい、僕も想像つかなかったですよ。ただ ね、37年間やっぱりね、サラリーマンでね、お世話になってきて、うん、まあ、サラリーマン楽しかったですよ、めちゃくちゃ、はいはい、いい後輩たちに恵まれたりとかね、うん、まあ、もちろんレースもやってきたし、うん、もう自分で会社を作ったら自分の責任で何でもできるじゃないですか。まあその分だけ責任重くなるし ね、で次の月だって給料入るかどうか分かんない。まあそうですよね、だけど飯食えりゃいいんかなと思って、そのぐらいの気持ちじゃないとやれないですよね。やれないよね。であとは常に楽しいこと考えてますよ。ああ、うん、素晴らしい、寝ても覚めても、あ、どうしたもんかな、どうしたら楽しいかなとくくって自分笑いながら。ああ、でもそれってあれですよね、うん、こんな面白いことあったらいいな、ああいうこと面白いって要はビジョンっていうか未来に向けての話じゃないですか。そうですね、うん、だからこんな面白いこと楽しいなって考えるってすごく精神的にもいいし、うん、すごくいい生活っていうかいいですよね。そうですね、いい人生ですね、悩んでね、マイナスのことはそれは勉強になるんだけど、くよくよくよしてもしょうがないし、だったら次のねステップに向けて、だって夢って限りないからじゃないですか、はい、実現できることは分かんないけど、うん、でもね思ったのはずっと真剣にその実現しようしたいなと思ってるとなんとなく絡むの多いですよ。いやいや分かる気がします、うん、やっぱりね思えばね、うん、必ず扉は開くっていうかありますよね、うん、そうですね、近づいてくるんですよ、ね、近づいてくるんですよ、思う、不思議とその思う力がどれだけあるかによってなんでしょうね、うん、でもそういうのって、うん、それでねやっぱりそういう人たちも集まってくるのね、なんかそういう思い、あ、分かりますそれは、うん、それは最近本当によく分かります、うん、はい、うん、そうですよね、やっぱり人間の力ってなんかこうね、お金じゃ変えられないもんってあるし、やっぱりエネルギーっていうのは見えないもんだけどあるんだなと思いますよね。いや松本さんがそのね多分僕思うんですけど、
それが呼んでくるっていうか、うん、近づいてくるっていうのは、うん、それはあれなんですよ、自分のためじゃないからっていうのも大きいと思いますよ。相手のためと誰かのために、うん、役立てよう、役に立とう、うん、社会のためにとか、うん、さっきの例えば介護施設の、うん、その利用者さんたちが楽しめるためにとか、うん、なんか人のためにって思いでやってるじゃないですか、基本的に。そうですね、基本はね、うん、だからそれって自分のエゴのためじゃないんですよね。だからそういうのって、まあ、神様も見てるじゃないですけど、うん、やっぱりそうやってその引き寄せる力になるんじゃないですか。うん、そうですね、自分のエゴじゃないですからね。あ、そうですね。ただね、うん、僕ね、その人のためにっていうのは確かにそうなんですけど、うん、その人が喜ぶ姿ってやっぱり自分に返ってくるんですよ。うん、あ、まあまあなるんですね、うん、その幸せ感を味わえる、うん、あ、あの人元気なかったんだけど元気なんでよかったなって、うん、なんかそれが自分をほっとする気持ち が、うん、がなるじゃないですか、はい、あれは何とも言えないですよね。うん、うん、これ本当にかっこいいつけて言ってるわけじゃないですか。いや、わかりますよ。分かります。なんかそういう、で、うん、やっぱり人間って気であって、うん、病気もお医者さんが一生懸命、例えば僕もね、うん、白血病になっちゃいましたけど、うん、なんて言うんだろう、お医者さんが一生懸命治してくれるその力、うん、その力を逆に自分も治さなきゃ、一緒に治さなきゃいけないっていう、まあ、うん、治してくれるから自分は何してもいいやと思ってると、なるもんなんねと思うんですよ。いやー、ほんとそうですよね。うん、でも本当なんですが、あの昔の人はよく漢字に名前つけたなと思うんですけど、うん、まあ、音楽も音を楽しむじゃないですか。だから音を楽しまなかったら絶対に音なんか奏でない、うん、で病気も気が病むんですよね。あ、そうそう、気が病む ね。だからやっぱりここね、そうな気がする、病は気からだって本当そうですよね。で戻ると元気になるの、うん、あ、戻る気が元気。あ、なるほどですね。そうなんですよ。あ、そっかそっか、病む気でそれが治ってくると元に戻るから元気になると。なるほど、あと人によって気が合わない、気が合わない、なるほど、その気ですよね。でもそう考えるとやっぱりすごい、ね、うん、あの言葉考えちゃってすごいですよね。と思う。漢字を当てたとかね、気って、そう、ちょっとすごいなと思いますね。気っていう言葉ってやっぱりいっぱいあって、うん、気が置けない人たちだとか、うん、気が置けない仲間だとか、気が置けないですもんね、うん、そうですよね。そう、あと上がってしまうっていうか、舞台で上がってしまう、あれ気が上がることですよね。あ、普通のおへその下の生活安定に切って降りてて、すぐ一番安定なのが、すぐだん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 こう上がってくる、上がってきちゃうとドキドキしちゃうと、なるほど、指導モードになっちゃってる、なるほど、また下ろしてあげると先をね。ああ、なるほどです ね。 そ う、 ね、だそういってもね、やっぱ言葉には意味があって、うん、ね、というとこですよね。そうですね、うん、なんかね、最近はそういうあんまり言葉に対しての、うん、その意味合いとか考えるってことはあんまりなくなってしまったけど、うん、もう一回ちょっと元気に原点に帰るとね、なんかそんなことでね、そうですね、ちょっとしたことで元気になれることがあるんだなと思って。いや、おっしゃったですね、うん、ただご視聴の皆さんにやっぱり言いたいのは、病気になってしまった、これはしょうがない、だけどなったらなったで自分で治そうとしたり、お医者さんに治す力を全部任せるんじゃなくて、自分の治そうとする力が一つになった時に治る方向にこうベクトルが向いていくっていう、それがよく分かりました、ね、両方あってってことですよね。そうなんです、松本さん実体験でね、うん、経験なさってらっしゃるから。そうなんです、そうですよ、本当そうですよね。ダメだと思ったらやっぱりね、いくらいいお医者さん、いくらいい薬やってもやっぱりね、あんまり効果は良くないと思う。うん、でも必死になって自分でこの病気を治すんだってこう念じて念じて念じていくと、うん、やっぱりドクターがやった抗がん剤がね、うん、さらにこう効いてくる、そう、相乗効果 で、うん、で最終的には治る方に向かっていくっていうのがね。なるほど、うん、それはもう本当にやっと経験しましたよね。いや、そうっすよね。僕も亡くなった父親がやっぱりそうで、うん、病院の先生からするとなんで生きてんだか分かんない、神の子だって言われました最後。そう言われましたけど、やっぱりそれはこう見てて、うん、うちの父とかもやっぱり毎日、うん、あれでしたもんね、例えばあのステップの階段の上り下りを一生懸命朝からずっとやったりとか、あ、そう、いろいろやっぱり自分で思いでこうなんとかこう自分は生きるんだって思いっていうか、そういうのやっぱありましたよね。だからやっぱりそれとやっぱり治療とうまくマッチして、うんうんうん、通常余命何年って言われてたのよりも全然長く生きたっていうのはそこにあったと思いますね、うん、そういうことね、はいはい、やっぱりそういった一つのね、うん、自分の思いっていうのは人間なんで、思いっていうのはやっぱりすごい重要でね。そうですよね、うん、やっぱりそれいかに強くそれを思えるか、うん、相手に対して強く気持ちを伝えられるか、うん、それによってやっぱりお互いがいい相乗効果になってくるっていうのはね、うん、そうですね、うん、一番いけないのはね、うん、妬みだとか、うん、あ、うん、そういうのっていけないらしいですよ、うん、なるほどね、嫉妬とかですか。嫉妬とか妬みっていうのはね、あんまりいいこう気が出てこなかった、自分がね、うん、自分にとってですよね。そう、自分にとって、まあとかくそういうとこって人間持ってるじゃないですか、うん、そうなのね、ね、その一面もあるんでね、うん、
だからそれをいかにして、だから相手に対してやっぱりそういう気持ちをなくして、逆に自分がそれをいい風にこう転換していくってことによって、自分も病気にならないで済むし、まあ相手にとったってやっぱ相手ってやっぱ鏡なんで、そうなんですよね、嫌な子をすれば、いやそうなんですよね、こっちが嫌な子で相手も嫌な子になるっていう鏡だと思うんですよね。いやおっしゃるとおり、そういった部分では、うん、なんかこうありのままの自分を受け入れるっていうか、うんうんうん、今ねまさに鏡じゃないですか、うん、だから自分がやっぱりなんか輝いてるっていうか、うん、ありのままで自分で生きてないと、うんうん、やっぱ相手を幸せにできないっていうか、そうです、ねね、相手もやっぱり嫌な思いするとやっぱ近寄ってこないじゃないですか。そうなんです、バリアっちゃうんで、ねね、そうすると、うん、やっぱり自分が自分らしく前を向いて歩める方向に持っていかなかったらば、うん、やっぱりいいことにならないんだなっていう。そうですね、そうですね、はい、これはセルフラブって言葉を使ってる人いましたけど、セルフラブ、セルフラブですね、ラブ、愛する、自分を愛する、自分を愛しなさいっていうね、ありのままに受け入れなさいっていう、うん、まあ、本も載ってましたけど、うん、だって寝る前に、うん、今日はよく頑張った、お前本当こんなに頑張ったよ、うん、本当にいい子だねって自分を一回あれ向き合って褒めて、うん、ニコッとするぐらい自分を褒めて、うん、それから眠ると、うん、いい眠りになるし、そうそれでやっぱり自分が自分で褒めると、うん、マインド明るくなるじゃないですか、うん、そうすると心に余裕ができて人にも優しくできるっていう、言ってましたよね。まあ、分かる気がする。自分を愛せない人間は人を愛せないっていう、ね、まあ、そうですね、うん、で自分が愛せるっていうことを言葉に発する、自分たちに発するからには、うん、それのことも自分が行動も止まっていくようになってくるから、ね、うん、そうそうそう、そういうことなんですね、うん、だからやっぱり気からなんでしょうね、うん、心からなんでしょうね。そうでしょうね、そう思います。やっぱりここ心を整えれば、うん、態度も、うん、行動も整っていくと思う。そうなんですよね、本当そうですよね、だから僕会社でもそうなんですけど、うん、稲森さんって京セラの去年亡くなっちゃいましたけど、はい、その人の方程式で、はい、考え方と熱意と、うん、まあ、行動力じゃないですけど、うん、掛け算なんですよ、うん、足し算じゃなくて、うん、考え方と熱意と、うん、行動力みたいな話になってるんですけど、うん、で要は掛け算なんで1個でもゼロだと絶対成功しないんですよ、うん、足し算じゃないんで掛け算なんですよ、はい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 、で特に大事なのはこの考え方っていうかね、うん、ここ間違えると全て実力があっても、うん、知恵があっても絶対うまくいかないって話なんですけど、うんうん、でもその通りだなと思いますしね、うん、考え方間違ったらやっぱりいくらいい技術持ってても、うん、いいものってできないじゃないですか。そうですね、うん、そもそもがね、そうなんですよね、うん、だからそういった部分でもやっぱり、うん、その思いだったり気だったり、うん、自分はすごく大事だなって本当最近本当つくづく思いますね。うん、ですね、はい、うん、まあ例えば、ね、薬を飲んで、血圧が高いから薬を飲むと、はい、でおのずと血圧下がるじゃないですか、はい、でみんなそこでね OK なんですよ、うんうん、そうじゃなくて、うん、本当は血圧180まで上がっちゃう人、うん、それが血圧の薬飲んだけど120が下がるじゃないですか、はいはい、でも体自体は何もしなければ180に上がりたい方なんですよ。あ、体はね、体は、はいはいはい、はい、うん、そもそもが、うん、180が上がりたいの、うん、でも薬っていう今のこの世の中の、ハイテクでそれを思いっきりその下げてるだけなんですよ、はい、で自分が下がったんじゃなくてそれは下げられてるだけなんで、うん、そこで自分が塩分控えめにしたりだとか適当な運動をしてどめこんなんなりとかってしてその120に下がった体まで自分を持っていくようにトレーニングしないと、なるほど、それは本当の血圧下げたことになんなくて、まあ、無理やり下げてるだけです、ね、無理やり下げてるの、あ、何が起きると臭い起きちゃうとかいろんな、あ、無理してるからですね、うん、なるほど、で今度血圧が飲み出された時にそれをバーンとかって、うん、それも血圧の一番一気に上がっちゃうことによって、いきなりね、ことになっちゃうんで、なるほどなるほど、だから薬もそういう飲み方ですよね、やっぱり、なるほどなるほど、それ助け借りてもいいけども、うん、それが通常になるようにコントロールしなさいって、うん、自分でコントロールして、うん、で同じから今度そうやってると低くなってくるから、なるほど、薬をやめても、うん、本来の血圧に戻ってきますよっていう、うんうんうん、一生血圧の薬飲んだら飲みなきゃいけないって言われた時代じゃないんですよ今、なるほど、うん、もう、うん、下がるように自分で努力して下がったらやめましょうと、うんうん、そういうことはやっぱりいろんなことがいっぱいあると思うんでね、何かこう無理くり何でも無理やりやこう押し付けたものっていうのは反動が来ますから、その後、なるほどな、うん、でもねこれからね医療も予防の時代って言われてますからね、そうですね、だからそういった部分じゃ、うん、何かが起こって薬飲む手術する処置するって話で治すんじゃなくて、うんうん、
いかにその前段階からってことなんでしょうね。うん、そうですね。やっぱり僕も一言言えないんで、ちょっと。いや、僕もちょっと。今年はちょっと、松本さん見習って、ちょっとジム行って。週4行ってんすもんね、松本さん。週4、今週4ですかね。すごい。本当にやり抜く力持ってますよね。いやいや、でもね、トナラ、そんなトナラがいたり、後ろトナラがいたり。この間、Facebook でめちゃくちゃ怒った顔でも聞いてました。怒りましたよ。怒りました。なんで、まあ、この何度もおろって顔してるんですよ。いやだってね、あの空いてんですよ、はい、正月だったら空いてて行って、はいはい、これ空いてていいなと思って今日はで6月バーッとあるじゃないですか。6月バーッとあってでね、あのそのこっちとこっちに6月があるのね、はい、でその間狭いんですよ、めちゃくちゃ、はいはいはい、で真ん中に長い椅子があって、はい、あの板みたいな椅子があって、うん、それにこうやって、ね、こう着替えてるとね、うわ今日は気持ちいいと思ったらおっさんがねスーッと入ってきたんですよ。で俺横目で見ながらどこ行くんだろうと思ったらこっち来るんですよ、はい、開いてんじゃない全部ガラガラに一っ子一人で、他におっさんが一人ぐらいで、それでまさかと思ったらなんかちょっと触れたの、この、ね、あのジャンパーかなんかが、ね、えって見たら着替えてんの、寂しいんじゃないですか、誰もいないとこが。いやでも俺は寂しくないんで寄せちゃったんですよ、またそうなんですかね、おじさんを。いやでも本当にその話、あの写真で、うん、そのおじさん写ってましたね、写ってましたね本当におっさんでしたね、写真撮りましたよ、自撮りでこうあんまりね、そのおっさんの姿は撮っちゃまずいんで、はい、ちょっとだけ入れながらね怒った顔で撮ってました、怒ってましたよ、怒ってましただって狭いんで気がないんだから、でどうしたかって俺どくんですよ、ここってなんで俺がどくんだ、なんで俺なんかパンツかなんか半分履いちゃったってことだよねもう勘弁してよって感じですよ。まさかおならされないですよね、大丈夫ですか。おなら多分してないと思うんですね。大丈夫です。おならその前にやりましたからね、もうねあのうちで着替えてておならされちゃったとかねおならが見えた、おならって言ったら、ね、おならあれ悔しいですよねでこっちもそういう時にねもうしてやろうかと思ってふってやるんだけど出ないんですよ、その時関係あ出てます、ほら怒った顔出てますよ。あ本当だ、怒ってる、これこれこれ、ほら後ろに親父がいるわけですね、そならない、あのそうね、真後ろでしょ、本当だ。あれが着替えててね、困っちゃいますよ。この顔は見たことない松本さん顔ですよね。こんな顔、うん、なかなかないですよ、この顔。これ起こすと本当に。怒るとこういう顔なんですね。そう、多分ですけどね。さすが、安住さん、引っ張ってきますね。ね、引っ張ってましたね。ありました、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。もう怒った顔はいいですね。いやそんな2023年、うんはい、今年の抱負はそうですね、今年やっぱり、うん、あのいろんな方はやっぱりあの皆さん元気になっていただくように、うん、会社としても社運をかけてですね、まあ、いろんなイベントとか、うん、あと講演会だとか今言った頃のね血圧の話だとかっていうのをしていただいて、うん、いや指導させていただいてね、健康教室、うん、やっぱり健康っていうのは一番のテーマだと思うんですよね、うん、これからね、はい、うんまあ、コロナもそうかもしれないし、うんあのまあ、いろんながんだとか糖尿病だとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうのをやっぱ振り下げて考えて、うん、じゃあどうしたら予防できるって予防医学、うんうん、あのドクターではないんで、うん、予防の方をちょっと皆さんで、こうあの元気になっていくようなことをしたいっていうのが、うん、なるほど、今年一番のテーマですね。なるほど、あの、はいまあ、料理とかも通してですね、あそうですね、薬膳料理とかね、漢方ね、漢方の、ねうん、薬膳とか含めてね、はいはいはい、それを、まあ、去年までは模索しながらねいろんなことにこう、うん、チャレンジしたんだけど、今回は健康っていう一つのテーマに絞っていくのが一番、まあ、コロナもちょうどどんなか分かんないですけどね、なるほど、まあ、本当にそのような加護救急の上原院長とかね、うん、僕の知り合いの薬剤師だとか井見先生の薬博士とかね、周りにそういう環境がすごくありがたいことで、そうですよね、すごいんですよ本当、お医者さんとかね、うん、薬学博士からね、そうなんですよね、すごいですよ、うん、本当になんかね、本当この指止まれっていう感じでそれがわっと集まってきていただいて、ですよね、気がついたらこういう体制になったっていう、そうですよね、うん、でドクターに、うん博士がいて、うん、でそれぞれスペシャリストなんですけど、サックスは吹いてるわ、日本舞踊踊ってるわっていう、日本舞踊やったり、ね、面白いですよね、サックスだと歌やったり、ね、本業とまた違うことをね、そうですよね、出る方がいたりとかって面白いなと思いますよ ね、うん、ねだからあれもやっぱり一つの癒しで健康になるの一つですよね、うん、そうですよね、うん、何か余暇を楽しんでこう気持ちをリラックスして、うんこう凝り固まった気持ちをほぐしていただいて、うん、そこからまたスタートしていくっていうね、なるほどですね、うん、本当ですよね、うん、何かね長野県で、うん、長野県って、まあ、あの前は、うん、短命でワースト1だったの
あ、そうなんですよね。長野県は。あ、寒いとこってしょっぱいもん食べますからね。野沢菜とかね。はい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 。そういうのをやっぱりばかり食べて、うんうん、それでやっぱりどうしてもね、保存食でしょ、ああいうのはやっぱりね。はいはいはい。で、やっぱりね、血圧上がったりとか、いろんな、ね、病気、腎臓とか肝臓とかって。なるほど。ワースト1だったのが、うん、今トップクラスなんですよ。へえ、なんでですか。県を挙げて、県を挙げてそういうのをやっぱり注意してやろうっていうのだったらしいんですよ、いろんな運動が。へえ、じゃあ食事気をつけようとか、いろんな生活習慣病にならないように、ね、ね、うん、それこそ小学校、中学校、高校あたりからもね、そういう教育になったんじゃないですかね。あ、うん、まあ、そういえばあれですね、うん、子供相手にってあんまやってないですね。子供さんが、そうですね、子供相手に、なかなか子供相手っていうのやってないな。下水道フェスティバルとかではね、あ、あの時はね、地域の皆さん、お子さんとか家族に向けてやってましたけど、最近子供って観点はないですかね。そうですね、逆にお年寄りがね。そうですよね。まあ今これから今のご時世っていうのはそういうところがすごく大事なところだからなんですけどね。ただあのやっぱりね、子供さんっていうのはね、やっぱりこれからの日本を背負っていく方たちをね、やっぱりしなきゃいけないんで、まああの今年あたりから今非常に言われたようにね、そういうこともね、頭に入れながらやっていければ全体的にこうね、ボタンアップしていいと思うんですけどね。なるほど。まあ一つずつあれですよね、ターゲット広げながら。そうですね。ね、高齢者の方から、ね、うん、薬膳教室とか健康教室で成人の方からって広げてますけど、またどんどんどんね、広がっていくんでしょうね、うん、松本さんのそうですね、ターゲットっていうかね、はい、あの対象なされる方々がね、うん、そうですね、そうですよね。やっぱり人間って、まあ、動物ってみんなそうですけど、やっぱり命が限りあるじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからそれをいかにしてこう、まあ、最後までね、うん、あのまあ、再起をこう迎えられるかっていうのが一番の、うん、まあ、テーマであり、うん、なんかこうね、あの未知の世界なんですけど、うん、この間実はね、うち飼ってた犬がね、ポテちゃんっていうのは、あの18歳、あ、18歳、18年、うん、あ、もう人間の年齢で言ったら120です。120ぐらいでしょうね。うちも18年、うん、去年やっぱりあれですよ、うん、亡くなったんですか。はい、柴犬、でっかい柴犬でしたけど、やっぱり18年ぐらい生きてました。やっぱりそれも長生きですよね。100歳超えてますよね、もうね、うんうん、略称超えてるね、うん、元気だったんですよ、うちの元気だったんだけど、12月に入ってちょっとね、あのなんか動きが悪くなったんですよ。で、認知症入ったみたいで、人間と同じように、うん、夜なんか急に泣き出したりだとか、グーグルもあったりだとか。なるほどなるほど、うん、で、年末になってきて、今度ご飯を食べなくなって、だいたいご飯食べなくなると1週間2週間って言われてるんです、犬はね。あ、そうなんですね、うん、で結局ね、ワンちゃんも最後は、もう最後っていうか、もう12月に入って家族と一緒に今に入れて、野良犬じゃない、ごめんなさい、あの雑種なんですけど、うん、もうこの大きいね、ワンちゃんを、うん、家に入れて、あったかいところでね、布団隣で一緒に寝てて、うん、で最後はね、なんか布団にこうズル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 って入ってきて、なんかクンって泣いたのかな。朝起きたらもうそこで安らかに、安らかにね、眠ってましたね。でも犬ってなんか最後に、うん、なんかあれですよね、僕もずっと犬飼ってるんで、うん、あれですけど、最後にそういったのそのか、あのね、うんうん、その飼い主のとこにほっと来てからってありますよね、うん、うちも前飼ってた雑種のちっちゃな犬でしたけど、うんうん、やっぱりこう、うん、なんていうんですか、うん、最後に、うん、あの顔見せてからやっぱりね、うん、ってありましたもんね。うん、動物ってそういうのありますよね。そうなんでしょうね。ね、うん、本当ですよね。うん、ね、そういった最後はね、やっぱり寿命短いから寂しいですけど、でもね、なんか泣きましたね。ね、泣きますよね。泣いた。いや、うちのおふくろの時こんな泣いたのかって思ってるんだよね。あ、なるほどね。ね、泣いたな。あ、まあ未だにと思うと、写真なんか見るとね、あのなんかあの大好きだったね、あのゾウのぬいぐるみをね、いつも壊してたんですよ、こうやって。ああ、なるほどなるほど。壊れてからそれを無理引き出さなんとしたら。あの怒って、初めておとなしいのに怒って、うん、ガブって噛んだんですよ。だからポーンって叩いたら、ね、もうそれっきりその象を食わなくなっちゃったの。あ、そうなんですか。うん、あ、もう一切もう食わなくなっちゃって、なんかあれ思うと今までグッとね、なんてことしちゃったらかわいそうだなと思ってね。なるほどですね。なんかいろんなことを思い出しますね。思い出しますよね。思い出す。なるほどな。でもね、松本さんには、鳩のポッポハッピーね、ハッピー、はい、いますからね、ハッピーちゃんがね。あのうちのフォーチュン事務所にね、いつも夜はいつも一人なんですけどね、事務所帰っちゃうんでね。ああ、なるほどなるほど。多分寝てんでしょうけどね、行くとまたね、パタパタ喜んでくれてね。ハッピーが今5歳になったのかな、ちょうどね。ああ、5歳ですか。5歳になったんですよ。
伊勢丹、裏の伊勢丹の駐車場のとこ止めてたら上から落っこってたんですよね、ひなで。あ、止めないのに飛んじゃったんでしょきっと、ね、上からね。あ、見えないのに落っこってきて、で お医者さんに連れてって、お医者さん見たら、うん、まあ、怪我してないから大丈夫ですよって言って、うん、ところでこの後どうしたらいいですかねって聞いたら、お医者さんもこう、うんってこうニコッと笑って、このまま話すと死んじゃいますよって言うから、あ、じゃあ買うしかないなと思って、あ、うん、それでね、それから買い出していろいろねやったんですけどね。うーん、まあ、動物に囲まれながら、僕も元気をもらってね。なるほど、やってますけど。なるほど、うん、いい話ですね。ね、そうですね。でもね、社長のところご利用者さん、本当皆さんね、ご高齢でみんな元気ですね。ああ、ありがとうございます。あの笑顔、ああ、そうですね、明るいですよね、ね、明るいですよね。やっぱり同じ裏で行くと楽しいでしょうね、きっとね。ああ、そうなんですかね。ありがたいです ね、 でもね、本当にリピーターで何度も何度も来ていただける方ばかりなんで。いや、本当にね、あの、浦和さん足一歩踏み入れた段階で、なんかこう気持ちも本当にね、こう、スタッフの方の笑顔と、ご主人の笑顔と、なんかいい気があってね、皆さんね、本当に一回浦和さん、岩槻にね、埼玉県の岩槻に浦和さん行っていください。あの、あ、こんなとこあるんだと思うぐらいね、あの、いいとこです、デイサービスセンターでね。ありがとうございます。本当にね、やっぱ社長の思いが、あれ、うららっていう名前は どうしてうららなんですか、そこは。あれは春うららかに、うららかな気持ちで過ごせるところっていうかですね、そういった観点でつけたんですよね。そういうことね。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、そうなんですよね。そうですか、じゃあぜひちょっとね、あ、はい、ありがとうございます。すごく早いな、対応が。いいですね、さあ、島津のスタッフの皆さん、すごいな。あ、ここね、ありがとうございます。ここなんですね、はい、はいはい、あの建物よりもちょうどいい、こう優しい色でね、はい、そうですね、うん、作らせてもらって、ね、そうですね、もうちょっとね、もっと広くやりたいんですけど、うん、なかなか、うん、やっぱり今いろんな介護を取り巻く環境厳しくてですね、なかなかね、本当はショートステイとかいろいろやれるんですけど、あのショートステイの スペース上にあるんですもんね。そうなんです、もったいないですよ。いや、部屋がだって、あのホテルの部屋みたいのがね、相当ありますもんね、上にね。そうなんです。だからそういった部分ではね、もっといろいろやれることあるんですけど、とりあえずまずはデイサービスでね、こう、うん、基盤を作ってっていうところでやってるんですけどね。あ、綺麗ね、綺麗なとこですよね。まあ、この間あのペーパークラフトとかのすごいなんかこう、うん、なんすか、日本の絵を作ったりとか、赤富士とか作ったりしてるのも聞いたんで、まあ、それも今度は石田のゲストに呼ばせていただいた時にはちょっといろいろ写真も持ち込ませますんで、また、あ、そうですか、はい、ご覧いただければと思います。ぜひぜひね、石田所長さんに来ていただいてね、やっぱりね、はい、いろんな ね、ご案内していただければと思うんで、はい、それも一つの楽しみですね、はい、次回ね、はい。でこのね、今年から2023年がね、はい、からあの新番組としてまたね、高木大輔のジョイトークということでね、はい、1年間ねあの皆さんによろしくお願いしたいと思うんですけどね。そういえばタイトルコール今年今日はなかったですね。あ、やってなかったか。はい、やってなかったですね。今やりますか、じゃあ。今ですか。ちょっとあの残り10分もない。ひなちゃんちょっとね、あの後から入れ替えしといて。ダメかも。ダメだ、ね、生放送だからね、これね。はい、じゃあこんな感じでいきますか、じゃあ、はいはいはい、高木大輔のジョイトーク、イエーイ。まあ、残り7分ですけど ね、 残り7分でね。こんな感じを番組の初めにやってね、はい、行きたいと思うんでね。失礼しました。でこの番組はね、またあの我々ね MC2 人でやらせていただきますけど、うん、あのいろんなゲストもねちょっとお招きしてね、そうですね、やりたいと思うんですけど、今度はあのレーサーかなんかも連れてこようと思ってます、ね、はい、プロのレーサー。ちなみに誰ですか、誰ですか。まあ一番は TK 呼びたいと思いますけどね。TK ね、忙しい方なんで、ぜひ来てください。一人舞台になっちゃいますよ、でも彼呼ぶとね。いいですいいですよ。したわーっと。したら笑い向こうでお茶飲みましょう。そんな感じでちょっと出てきたらね。で、 ね、で気になる来年の社長のレース、うん、今年のですね。あ、今年は今年のレースだけど。基本的には継続しようと思って今最終調整に入ってるところなんですけど。あ、そうですか。まああの本当にいいね、うん、プロあのレーサーっていうか。うん、あのチームもそうですし、メカさんも含めてマネージャーもそうなんですけど、はい、本当にいいメンバー集まってるんですよ今。あ、見てわかりますよ。最高のチームメンバー集まってるんで、うん、松本さんも来ていただいてね、あれですけど、ですから、やはりこのメンバーと一緒に勝ちたいなって思いがあるので、うん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 、まあ、なかなかこうハードル高いんですけど、うん、なんとか今年と同じ体制で、うん、同じメンバーで、うん、やっぱり、頂上目指して頑張りたいなっていうのが今年の思いなんですよね。じゃあ基本的にそうすると去年のメンバーをさらに今年を、そのまま、そうなんです、そうなんです。ああ、それはいいですね。そうですね。それでやっぱり、うん、やっぱりなんかこう組織っていうかチームでやるスポーツって、うん、
やっぱりそういうの大事じゃないですか。いや、思いっきり大事だと思うんですよ。誰とやるかじゃないですか、はい、だから、うん、そういった意味でいいメンバーに恵まれてるんで、うん、このメンバーで、うん、ちょっと勝負したいなと思ってますよ ね、 あ、ね、はい、やっぱり片岡達成選手が監督チーム、ね、そうなんですよ、同じとこであれなんですけど、うん、ただ隣で同じ車で同じクラスで、うん、レーサーにも乗り監督もやるって形で、うん、某 TK がやる話になってましてですね。あ、 TK も乗るんですか。ルーキーレーシング、ルーキーレーシング、あ、トヨタの社長さんが出てるは、あの水素エンジンのやつなんですけど、はいはい、もう一台やっぱり総合優勝を狙うことによって、アスリ、うん、あのなんですか、やっぱり競い合うことも大事だって言うんで、X クラスに乗り込んでくるんですよね。うわー、またさ、ね、すごい対戦になってきますね。車1台、ベンツを購入されて。うわそれで来るんで、まあ、ライバルにもなりつつ、うんうん、まあ、チームメイトであり。チームメイトでもありってところで、うん、まあ、連携してね、お互いにこう切磋琢磨していけばいいなと思ってるんで、うん、じゃあいいチームでまたね、まあ、すごいメンバーがこうドライバーで乗るらしいんですけどね。ああ、そうですか、そうですか。良い形で切磋琢磨、いいね、うん、いい形で切磋琢磨できればいいな、はい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 、楽しみだなと思ってるんですけど、ね、そうですね。で、去年のね、いろんな戦績見るとやっぱりね、ほとんどいいところをね、こう行って、そうなんですよね、まあ、切磋琢磨してね、あそこまでこうね、頂点まで行ってんだなと思うのは、本当にでもね、条件だと決して雨が降ったりとかね、写真の時にね、土砂降りになったりとか、はい、そうですね、うん、だから結構いい線行ってて、うん、こぼしてるのが2回、3回あったんで、うん、2回か、うん、ですからその辺を落とさないにすれば結構いい線行けるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、だからその辺で、ね、楽しみですね、はい、頑張りたいなと思って、ぜひまた、うん、もちろん、もちろん応援させてください。で、開幕戦が3月です、3月の17の週かな、うん、ぐらいに、うん、鈴鹿でね、はい、鈴鹿で始まって鈴鹿で終わるんですよ、今度 ね、 またね、この今年はですね、うん、鈴鹿で始まって富士で終わるんです。富士で終わるの。そうなんですよ。ほら、富士で4時間耐久っていう今までないパッケージで、そうなんです、4時間耐久で終わるような話になってるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。だからその辺で、うん、なってるんですけど、うん、はい、そうですか。ぜひ皆さんね、会場行ってね、まあ、さっきと言ってね、チーム松野建設さん応援したいと思うんで、これはっていう方はね、行きましょう、つわくんで。ぜひよろしくお願いします。はい、そして僕もこんな格好しますけどね、うん、また筑波サーキットのセーフティーカー専属ドライバーってことでね、はい、3月からかな、あの選手権の。何戦やるんですか。ね、全部で20弱だと思うんですけどね。いやー、大変ですね、それも12戦やるってね。でもね、楽しみでね、いろんなね、選手たちのサポートっていうことで、ね、できるんでね。いや、本当にそうやってそのセーフティーカーのドライバーの方とか、うん、オフィシャルさんとかあってのレースですからね。まあ、お互い様だと思うんですよね。いや、本当ありがたいですよ。うんうん、走る人がいなきゃ我々もね、活躍できる場がないんで、やっぱり走っていただくっていうことでね、それをサポートできればっていうことでね、裏からね。でもあれ、ゴールした後にみんな答え、旗振ってくれるじゃないですか。ああ、いやいやいや、おっしゃった時からね、ポストでね。あれ嬉しいですよね。だから僕、必ずみんなにありがとうってことを言ってるんですけど。あれはセオリーは特にないんですけど、ないんですか。みんながポストインのそれぞれ箱長さんがね、よし、みんなやろうよっていう、あれ独自のなんかああいうみたいですよ。あ、そうなんですか、はい、あれはいいですよね、うん、で、まあ、してね、あんでドライバーさんがちょっと手を挙げてくれるとみんな喜ぶんですよね、うん、ああ、なるっすね、あ、見てくれてんだと思って、なるなる、だからドライバーの方もね、もうわーってしてたらちょっとでか、ちょっとやってくるとね、そうですよね、うん、すごい喜んでくれると思うんでね、みんなでレースを作り上げたって部分ではね、そう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 、お互いにありがとうっていうのが大事かなと思いますよ ね、 ね、そうですよね、はい、まあ、確かに気温を伴う、レースは気温を伴うって言われてるんですけどね、うん、そういったところでやっぱりお互いがね、こんな信頼関係を ね、 そうですね、持っていけばいいんじゃないかなと思うんでね、はい、またジョイタイも出るんですよね。ジョイタイ社長お願いしますよ。ジョイタイ5月に、5月の12、13、14で、ね、久々に復帰ですね、はい、ですねこれまたあと福士選手が ね、 あ、ね、入って一応3名体制で今のところ上原院長がね、上原院長どうなんですかね、仕事ね、お忙しいでしょうけどね、なんとか ね、 ね、まあ、でも今年上原先生も全日本ラリー復帰するんですもん ね、 ね、言ってましたよね、雪山から出るんだって言ってましたよね、言ってましたね、2月ですかね、もうね、うん、と思いますよ、来月だ、うん、群馬県で、はい、スケジュール合えばね、また4人でやると楽しいですよね、うん、そうですね、そんなんでね、ちょっとまた、はい、応援ツアーなんかも考えますのでね、はいはい、で、これをね、来年のまた12月までね、この体制でいきたいと思うんで、次は2月の何日かな、何日で第2火曜日ね、また第2火曜日、第2火曜日でやりたいと思うんで、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、今年またよろしくお願いします、今年もよろしくお願いします、ありがとうございました、またね、ご視聴の皆さんもね、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、今年もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。